るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。拉致被害者田口八重子さんのお兄さんの飯塚繁雄さんは2018年12月15日北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として行われた日本政府主催による国際シンポジウムに登壇し、拉致問題の実態とご家族の苦悩について生の声の訴えを行いました。北朝鮮当局、特に金正日氏が日本人拉致を指示した、指令してから、これ1976年ですね。それ以来日本人が続けざまに北朝鮮に、連れて行かれたという実績がはっきりしております。それから40年、まあ愛しい家族が連れて行かれてから40年、それから少し出遅れましたけども、その家族の救出活動を始めてからもう21年、経ってます。で、我々残された家族というのは当然その愛しい家族、兄弟、親をこの必ずしも手元に戻す、これが、言ってみれば最大の願いであり目的であり、それがですね、なかなか、時間が経ってしまったという経緯が、あります。これは当然この問題については我が日本政府が、対応して、北朝鮮からラジオした人たちを取り返すという動き、これがしばらくなされなかったと、いわゆるその無作為の時間が相当あったためにですね、これだけ伸びてしまった、これは私の、感覚です。それでようやくですね、このところ、日本全国におかれましては、いろんな啓発活動、まあ、署名活動、あるいはその各、地域の啓発について記念の講演会とか署名活動とかいろんなことをやって、まあ、さらに、各自治体が動き出して、そのおかげでですね、ようやくこの日本に拉致問題があるんだということが、分かりつつある。そして今そのさらに課題なのはその若い人たちの啓発というか、実際こういう問題が日本が抱えていると、今もある、これはもう現代進行形であるということの事実をですね、知っていただいて、将来につなげていただくという、まあ、今日も作文のコンクールの表彰がありましたけれども、ああいった形でですね、もっともっと若い方々もこの問題を考えていただいて、それがより大きな力になるような動きをしていただきたいと思います。これらを含めてですね、今や日本国内、そしてまた世界各国、国際社会レベルでもですね、この問題がクローズアップされ、特に、まあ、国連の人権理事会についてはもう10年ほどもう北朝鮮の人権非難決議が
通って採択されてますし、最近では無投票でそれが決まっているという話も聞いてます。そして、今年、国連の安保理事会総会で、トランプ大統領がこの北朝鮮問題を語って非難して、日本人拉致問題をはっきりと言及してもらったと、まあ、いうことが初めて、大きな話題になって、これに各国が、関心を持ちながら自らの態度をはっきりと し、いろんなあの制裁なんかも含めてですね、北朝鮮のそのいわゆる 人権蹂躙、自国の国民に対してもそうですし、それから他国の、まあ、我々日本人もそうですけども、そういったことについても、有無を言わせず、拉致してしまっていると。で、今向こうにいる方々、被害者の方々はその自由も奪われ40年も苦しんでいる。今この時間この時もそうですね。で、これについては当然皆さんももうご承知の通り、早く助け出さなきゃいけないと、まあ、いうような事態になっております。そういう意味では、まあ、今年、この拉致問題が、クローズアップされてきつつあるということを含めて、今までに全く動きがなかったということも含めて、まあ、今年から来年にかけてですね、この解決のに向けたの進展がなされるのではないかと、まあ、いうふうな私たちも期待をしております。この拉致被害者というのは本当に、まあ、不幸な人たちというふうな印象も、もうつけて、しまってはいりますけれども、まあ、私の、まあ、たまたま今妹の写真が載ってますけれども、これも1歳と2歳の子供を置いたまま強引に北朝鮮に連れ去り、で向こうではに日本人化教育の、いわゆる指導員されて今まで工作活動を一緒に させてられてきたと、そういう経過がありますけれども、こういった、むごいですね、何も悪いことしていない普通の平凡な生活をしている人を強引に連れてしまう、こういったことがですね、平気でやられているということ自体、これはもう手の方がでありますし、人権蹂躙の最たるものになります。こういったことは当然ながら我が国、あるいはその拉致の被害者の当事者、それからこれに関わるあらゆる機関でですね、こういったことは絶対にあってはならないという前提で、今あるとすれば一日も早くこれを問題を解決する、要するに帰国させると、被害者を帰国させるということを、焦点に置きながらですね、これからまあ、いろんなあの状況が変わるごとに対応対策が出てくると思いますけれども、まあ、我々家族会というものありますが、それ自体ではあまりその具体的な救出の動きができないですね。まあ、こうしてあの皆様にお願いして、まあ、政府の方々にもいろんな要請をして、とにかくお願いするしかない、まあ、そういう状況です。しかしながら前よりは進んでいるという実感もあります。したがって被害者の写真を見ながら思うのは、申し訳ない、ごめんなさいという言葉、それからもう少しです、もう少しですから頑張ってください。我々日本人も救出活動を今盛んにやってます、政府もそのつもりでいますということを訴えていきたいなと。声が届くかどうか分かりませんけれども、いろんな機会を通じてそういったことを訴えて、本人の、まあ、励ましというか、まあ、40数年置き去りにされた、もう時間が戻ってこないという状況がありますけれども、何せろ早く日本に帰して、兄弟親に、会ってですね、元の形に現状復帰させてあげたいなと思います。ありがとうございました。12月15日に行われた国際シンポジウムに登壇した拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、飯塚繁雄さんの生の声をお届けしました。この国際シンポジウムの模様は
日本政府の放送により日本語で生中継されただけでなく、米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。2019年の朝鮮半島情勢を展望してみますと、まず注目されますのはアメリカと北朝鮮の2回目の首脳会談の開催ということになろうかと思います。おそらく、遅くても5月末までには、米朝首脳会談2回目の開催というものが実現すると考えられると思います。1周年、6月12日で、首脳会談から1年ということになりますが、それを越す前に、2回目の首脳会談が開催される可能性は、十分考えられるということになります。2回目の首脳会談で実質的な成果を上げることについては、すでにアメリカも北朝鮮も同じ認識を持っていると考えられますので、例えば大きな、取引というものが成立するのであれば、北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルのですね、放棄を約束する。一方、アメリカは北朝鮮との外交関係の樹立というものを約束すると、そういった大きな取引が成立することも考えられますし、また、妥当な合意ということになるのであれば、北朝鮮はヨンビョンにおける、主要な核施設の凍結を約束する。一方、アメリカは自らの戦略資産、戦略爆撃機などの戦略資産をですね、朝鮮半島に限って配備あるいは展開、接近というものはさせないと、しないという、そういう約束をする。そういう可能性も十分に考えられると思います。2回目の米朝首脳会談が実現しますと、その後には4回目の南北首脳会談が開催される可能性が高くなる。で、それは金正恩委員長の韓国訪問という形を取ることになると言っていいと思いますが、金正恩訪韓ということになりますと、いろいろ注目されることがありますが、その一つは、おそらく金正恩委員長は最終島の八拉山に登るということになると思います。それは2018年9月の、ムン・ジェイン大統領の北朝鮮訪問の際に白頭山に登っておりますので、今度は、韓国側の八拉山に登ると、そうしますと、白頭から八拉へといういわばこれは統一を象徴するような動きということになりますので、それを実現させて、いわば実質的な統一というものは進んでいると、しかしそれは別の言葉で言えば分断の固定化であり共存の制度化でありというものが進んだということの再確認ということになりますが、それをアピールするということが十分に考えられるであろうと思います。また金正恩委員長が訪韓をするという中での南北間の協議には、軍縮と軍備縮小という問題が
大きく浮上してくる可能性も考えられるだろうと言っていいと思います。9月になりますと中国の習近平主席が北朝鮮を訪問する、その可能性が考えられる。2019年は中朝両国にとりまして外交関係樹立して70周年ということになりますので、それを記念して、習近平主席が北朝鮮を訪問することになる、そういう可能性が高いと言っていいかと思います。9月末には金正恩委員長がアメリカを訪問することも考えられます。アメリカを訪問することになればワシントンでトランプ大統領と3回目の首脳会談が開催ということになりますし、ニューヨークでは金正恩委員長は国連総会に出席をして、そこで演説をするとこういうことが考えられるかと思います。10月には中国は建国70周年を迎えるわけですので、その祝賀という意味で、金正恩委員長が、4回目の中国訪問ということになる可能性もあると思いますし、また、2019年の末までには金正恩委員長がモスクワを訪問する、そして、プーチン大統領との間に、二国間の首脳会談を持つという、そういうことも考えられるかと思われます。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は12月14日に東京で行われた北朝鮮当局による拉致問題をテーマとした国際セミナーでの菅義偉内閣官房長官拉致問題担当大臣による挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。内閣官房長官菅義偉であります。家族会、救う会、そして拉致連の皆さんには日頃からさまざまな活動にご理解をいただきご協力を賜っておりますことに感謝と御礼申し上げますと同時に大変に力強く思っているところであります。私自身当選1回生の時から拉致問題今日まで一貫して取り組んでまいりました。内閣官房長官としては拉致対策本部の副本部長として、そしてこの10月発足した安倍内閣において拉致問題担当大臣に就任をいたしました。この重責をしっかり果たしていきたい、その思いでこの場に立たさせていただいております。北朝鮮からの帰国を未だ果たすことのできない被害者の方々はもちろんでありますけれども、帰国を切なる思いで待ち続けるご家族の方々の長年にわたる苦しみと悲しみに思いを致すときに申し上げる言葉もありませんし、政府として大変に申し訳なく思う次第であります。安倍総理も私もそのような被害者の皆さん、そしてご家族の皆さんの思いを胸に問題解決に向けてあらゆるチャンスは絶対逃さない、その決意で取り組んでおるところであります。こうした中にあって本年6月に行われた米朝の首脳会談は新たな流れを生んだものである、そのように思っております。また先月には我が国および EU が共同提出をした北朝鮮人権状況決議が国連総会第三委員会で採択をされました。今後本決議が国連総会本会議で採択が行われるように引き続き各国に精力的に働きかけをしていきたい、このように思っております。
さらに中国で北朝鮮に拉致された疑いのあるデビッド・スネドンさんが先月末米国上院本会議においてその決議案が全会一致で採択可決をされております。米国の拉致問題に対する高い問題意識を表すものである、そういう中で歓迎をしたいというふうに思っております。このように拉致問題の解決には米国を含む国際社会との連携が重要であります。しかし一番大切なのは日本政府自身が主体的に取り組んでいくことであります。総理も私自身もあらゆる機会に徹底してチャンスを逃さないで取り組んでいきたいと思いますし、総理は次は自分自身が金正恩委員長と向き合って解決する、その決意を強く表明をしているところであります。まさに正念場を迎えているこのように思っております。本日、このセミナーを通じて皆様の声がより一層大きくなりますことは、拉致問題解決の大きな後押しになる、このように思っております。皆様もご案内のとおり、CX は今月10日から16日までを北朝鮮人権問題啓発週間としておりますが、その一環として、明日、政府主催で国際シンポジウムを開催をいたします。拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出すために、国際連携について内外の専門家の皆さんをお招きをして議論をしたい、このように思っております。拉致問題は安倍政権の最重要、そして最優先課題です。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の皆さんの一日も早く帰国の実現に向けて、全力で取り組んでまいる決意であります。どうぞ皆様方におかれまして、今後ともご指導、そしてご支援を賜りますことを心からお願い申し上げまして、拉致問題担当大臣としてのご挨拶させていただきます。どうぞくれぐれもよろしくお願いを申し上げます。今週は、菅義偉内閣官房長官、拉致問題担当大臣の国際セミナーでの挨拶をお届けしました。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するため、日本政府は全力で取り組みます。最後に今週の一曲です。今週は国際シンポジウム第3部において披露された人気歌手山口彩希さんの曲で、拉致問題の早期解決を願う楽曲、空と海の向こうをお届けします。それではお聴きください。見上げた空は続く、思いも必ず届く、変わらない笑顔はきっとそこにある、必ず迎えに行くよ、会いたいよ今、会いたいよ。
山口彩希さんの空と海の向こうをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。